はい、皆さん、こんにちは、こんばんは。ココミチャンネルのショーが今日は南米ホエルをお送りいたします。よろしくお願いいたします。まあ、2023年になってからですね、まあ、ここのところ、まあ、フランスのね、まあ、大統領、吹けば飛ぶようなマカロンさんね、まあ、あの、まあ、ちょっと欧米に対して、まあ、アメリカですね、特にね、バイバイデンに対して、いや、納得できない。いや、ちょっと待てよ。っていうような意見を連発している。 あと、まあ、あの、ハンガリーですよね。オルバン首相。いや、我々はもう、あの中立の立場を貫きたいと、うん。もうやめてくれっていうふうにね、まあ、平和を願う。ということで、まあ、独立的なね、まあ、中立な立場を示している。そしてですね、ここに来て、まあ、そのハンガリーのオルバンさんとかに刺激されたんでしょうね。まあ、もともとね、あの、反バイバイデンなんですよ。まあ、ブラジルですね。 まあ、ブラジルはね、バイ・バイデンチームは嫌いですよ、昔から。で、あんまり言うこと聞きたくないと。ただ、そのバイ・バイデンチームは、ブラジルはもちろん我々の言うことを聞くんだろうっていうふうな思い込みがあるんですよ、まあ。ところがブラジルはね、いや、冗談じゃないよ。もうかなり激しく過激に発言を繰り返すようになってきました。で、どういうことを言ってるかっていうと、ブラジルのね、マウロ外相。 アメリカに対してですね、いやいや、ちょっと待て待て待てと。あまりにも、そのね、ロッキーと中華飯店のことを悪く言うと。そんなにね、悪いのかと。我々は中立的な立場で見たい。そしてですね、あの、平和が、まあ一番だと。だから、我々は、その、ウッキーの国に対してね、あの、ケゲ太郎のね、あの、見方はしないと。中立的に見ていきたい。 平和が第一なんだということを繰り返し始めたんですよ。繰り返して言ってますね。まあ、それに対してね、アメリカの安全保障議会のジョン・カービー戦略広報調整官というのがいるんですけども、いや、ちょっとブラジルは何も分かってないじゃないかということで、え非難の応酬が始まっています。ところが、まあ、ブラジル大統領が出てきてですね、いやいやいや、もう、 平和を語る人物を探さなくてはならないと。もうアメリカのね、バイバイデンの言うことを聞いていたら、平和をね、語るんではなく、とにかく、ウッキーのね、喜劇太郎に味方しろ、支援しろ、それの一点張りじゃないかと。おかしいだろ、それは。というふうに主張し始めました。我々はそんな言うことは聞かないと。平和回復のための交渉をする。 それが我々の責務だ、というふうな、ま、ことを主張してるんですね。まあ、ブラジルの大統領の言ってること、ね、このルーラー大統領と言うんですけども、まともだと思いますよ。で、それにですね、あの、まあ、刺激を受けたかのように、ベネズエラ、まあ、これもね、あの、南米の国じゃないですか。このベネズエラもですね、いや、もう、 あの、もう、欧米の言ってることは理解できないし、欧米のやってることが、もう、おかしいと。我々は、やはり、平和を求めているんだと。で、そういうふうに、えー、ニコラス・マドル大統領が、まあ、コメントを出したんですね、世界に向けて。で、我々は、どちらの味方でもないと。で、あのー、ね、ロッキーと中華飯店だけ追い込むようなね、 そういう政策、そういう一方的な協力。これは我々は断固として拒否すると。それにはもう乗っからないということですね。戦果をエスカレートさせるような行動や行為、言動、もうすべて我々はそれは拒否すると言い始めましたね。これはね、あの、かなり、あの、インパクトがあるんですよ。南米のね、ブラジルとベネズエラが はっきりと大統領がそう言い始めてる。これはね、あの、やっぱりバイバイデンチームにとっては予想外の出来事ですね。圧力をかければ言うことを聞くと思っていたんですよ。ところが言うことを聞かなくなるどころか、我々はもう嫌だって言い始めてるんですよね。だからもう、なんかアメリカと取引していいこともありますよ。だからもうそのいいことはお返ししますと。 もういいことなんかなくてもいいんだと。あなたの国からもらえるね。何か利益的なもの、必要ないということなんですよ。これは裏側にはね、やっぱロッキーの熊野プーさんチームの、あの、もう潤沢な資金と、まあ、どん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 、あの、グループが力を増していっているので、そっちのグループに入れば大丈夫だなっていうのがあるんですよ。貿易的にもね。 だからアメリカに対する輸出が減ってもですよ。アメリカが何か買ってもらえるっていう今まであったんですけど、その貿易的な利益が減っても、もうこれはね、中華飯店とロッキーの国のグループが、我々の輸出物をそのまんま引き受けてくれると。そういうようなね、話はね、あるんだと思うんですよ。だからもう何も怖くないと。それだったら今までね、威張ってね、ああしろこうしろって言って命令系でね、 それを、んしょうがないなと思って聞いていた。もう、その我慢が限界に来ているので、いや、もうね、言うこと聞かなくていいんだったら、もう縁切りたいって言い出してるんですよ。ベネゼエラもブラジルもね。これってすごいことですよ。要するに、世界が前お話ししたように二分していくんですけれども、これはあの、ロッキー中華反転グループと、まあ、欧米グループですよね。どっちにつくかっていうことで、ベネゼエラとブラジルは、 ロッキー中華反転グループを選んだんですよ。これのハンガリーも選ぶでしょ。そっちをね、その、欧州の中にいながらですよ。欧州のど真ん中にいるのに、そのど真ん中のハンガリーが、まあもう、ロッキー側にね、まあつくっていう形になっていくと思いますよ。で、これを言うとね、あの、そんなことあるわけないっていう人いるんですけど、 まあ、ハンガリーこのまま行ったら EU 離脱ですよ。本当に。それでもいいっていう覚悟でやってるんですよ。だってハンガリーの首相オルバンさんはね、とにかくハンガリー国民の幸せと平和のためにもう命を懸けてそれしか考えてないって言ってますから。だからこのまま行くとね、あの、戦闘に巻き込まれてるんですよ。ハンガリーだってろくでもないことがね、起きると。でそれは望んでないんですよ。 平和を望んでるんですよね。うん、だからこれはね、あの、このまんま、その、欧米の言うことを聞いていくっていうことは、全く微塵もないんですね。まあそこでイタリアはどうするのか、フランスはどうするのか、まあヨーロッパ各国どうするのか、いろいろ問題がもう吹き出してくると思いますよ。ただね、あの、足並みが崩れてるのは確かなんですよ。バイバイデンチームのね。だからバイバイデンチーム、すごく、あの、だんだん孤立してきてますよ。世界からね。 非常にあの力も弱まっていますし、大体いいの、まあ、軍事力ですよね。次世代戦闘機とか、まあ、戦艦、ないんですから。ないんですよ。あの、一世代進んじゃってるんですよね。ロッキー側のチームが。だから、あの、今、本格的にもし、あの、当たってもですね、もう絶対勝てないです。全く。まあ、どうすることもできないですよ。だからその力の差もあるんですよ。 うんだからね、まあ、バイ・バイデンチーム、これから何をどう企んで、何をね、行動を起こすかわからないですけれども、まあ、とんでもないことを考えてね、やり始めるかもしれないですしね、もう始まっているのかもしれないですが、まあ、とりあえずですね、まあ、形勢はあの不利だということですね。まあ、不利って言っても、どっちが勝てばいいってことじゃないですよね、やっぱりこれはね、全部やめてもらって、やっぱり平和をね、 あの、平和な世界を取り戻すというのが一番いいですよね。本当にね。まあ、ブラジルの大統領が言ってるようにね、平和が一番なんだと。で平和を求める人たち、ね、平和を強く主張する国々で、中立の立場で平和を実現したいという話をしています。まあ、もっともの話だと思いますよね。うん、まあ、日本のシャムジ・キシダさん、どう出るかですよね。まあ、いろんな意見ありますけれどもね。 日本って独自性今なくなってますよね。あの日本の本来持っているいいところがあるんですけども、日本人のね。もうそれ全然全く出せていないので、まあ、ここら辺で一発ね、やっぱり日本もどしっと構えてるんですよ。やっぱり世界の平和を願うんだっていうことで、まあこのまんまだと我々はどっちにもつかない。あの中立を目指すんだぐらいね、言っていただきたいですよね。日本国民のために私は命を投げ出す覚悟で。 中立、平和を目指したいっていうふうにね。まあそうやって怒鳴って言っちゃえばいいわけですからね。それぐらいやっていただければと思うんですけども。いやー、なかなかね、難しいかもしれません。ということで、今日は、ブラジル大統領、えー、はじめとしてですね、ベネゼエラ、南米ホエルをお送りいたしました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。ありがとうございました。